中共の元総書記江沢民は1999年からファルンゴン学習者に対する全面的な弾圧を発動し名誉をけがし経済的に崩壊させ肉体を消滅させる迫害政策を実施してきました16年来数え切れないファルンゴン学習者が迫害に遭い家族がバラバラになりましたまた100万人以上が当局に監禁され 数万人が生きたまま臓器を摘出されました。海外では2000年から鉱宅民をはじめとする迫害の元凶を人道に対する罪、ゼノサイドなどで提訴し始めました。アルゼンチン、スペインなどの裁判所では鉱宅民などに対し有罪判決を下し、逮捕状まで発行しました。厳しい弾圧が続いている中国大陸で、 ファルンゴン学習者らは命の危険を犯して、江沢民に対する提訴を勧行しています。民フィネットによると、江蘇省南京市のファルンゴン学習者、周覚飛さんは先日、北京の最高裁判所、最高検察院に迫害の元凶である江沢民を刑事告訴しました。湖北省常陽市でも5月15日、ファルンゴン学習者、趙潮新さんが、 上用市中級裁判所で不当な尋問を受けた際に、江沢民に対する刑事告訴の訴状を提出しました。関西メディア進化者は4月15日の報道の中で、大陸の裁判所は5月1日から全ての提訴に対して立件するという新しい政策を実施すると伝えました。ファルンゴン学習者の江沢民提訴に対し、 当局がどのように対処するのか注目されます。中共によって赤く染められていると言われる香港の英文誌、サウスチャイナモーニングポストが、6月からベテランコラムニスト4人のコラムを停止することを決めました。別の香港メディアによると、この4人のコラムニストの中には、香港の民主派立法委員、クラウディア・モーさんの夫、 フィリップ・ボーリング氏も含まれています。ボーリング氏はサウス・チャイナ・モーニング・ポストのコラムニストを務めて20年以上になり、去年の金融外選挙運動の期間中には文章の中でこの運動の情勢を分析し、両親へ長官の指導能力の欠如を批判しました。他の3人も長年サウス・チャイナ・モーニング・ポストのコラムニストを務めています。うち、 ステファン・ビネス氏の金融外選挙運動に関する評論文は、先月人権ニュース賞を獲得しています。四川省元税チベット族自治州道府県で、再度チベット人が昇進自殺をもって当局の強行政策に抗議する事件が発生しました。ラジオフリーアジアによると、昇進自殺を図ったのは35歳のチベット人男性で、20日夜、 地元政府ビルの近くで火をつけました。生死は不明だそうです。報道によると、事件発生後、地元民衆が現場に駆けつけ、スローガンを叫びながら抗議しました。警官隊も現場に駆けつけ、チベット人80人余りを連行しました。地元当局は、チベット人に対する統制を強化し、携帯電話などで昇進自殺の写真を撮っていないか、チェックしているそうです。 新東人テレビがお伝えしました。